か気をつけてください。
you
別れた場所で合流しましょう。じゃあ行こうか。不思議な材質だね。こんなもの見たことがないよ。あの人の字だ。あの人、調査団が派遣されるずっと前、新大陸を目指した冒険家がいたの。いつかは見つけられると思っていたけど、大量のモンスターが騒いでいる。石を見つけた。特殊な環境下で生成か。調べてみる。これ以上は破れているわね。礼儀エノたちの異常な行動と歌、今の状況はこのメモと似ています。その石を調べる必要がありそうね。おーい探したぞ、あんたたち。すげえ、古い船だな。ちょっと、それは後にしましょう。アステラから召集がかかったわ。急いで戻りましょう。え？これ、祖父が同じ石だと思うんです。まさか、新大陸から持ち帰ったってことかい？やっと謎に近づけると思ったのに。一緒に来るかい？石のことを知りたいんでしょ？私もよ。知りたいことから逃げられない。はい。でも真実がすごい速さで飛んでいくの。追いつきたいなら進むだけよ。ねえ、だったらあなたの代わりをさせてもらえないかしら。しばらくの間、私があなたの相棒。それでどう？俺のパートナーは優秀だぞ。断る理由なんかないよな。皆さん、ありがとうございます。いい仲間じゃない。やった。話はまとまったわね。行きましょう。またな。何か掴んで戻ってきます。相棒もどうか気をつけて。
よく急ぎ戻ってくれた。君たちを召喚した理由だが、どうした？三代目食いしん坊の姿が見えないようだが。彼女は現在別件の調査に取り掛かっています。この人のサポートは急遽私が。なるほど。では本題に入る。先日大有塚の荒地と丘珊瑚の大地で未発見だった亜種が目撃された。現在のところは2種、パオウルム亜種とプケプケ亜種だ。突然の亜種の出現だが、研究班の見解によるとレイギエナと同じく何らかの異変を感じ取り活動を活発化しているのかもしれないとのことだ。それが事実とあらばこととなる。実際にレイギエナの異変を目撃した君の力をぜひ借りたい。では亜種の資料はこの人に、記録は私が行い逐一を研究班に報告します。それでいかがでしょう？結構では、よろしく頼む。